これから紹介するのは物理法則が休暇を取る場所。世界のミステリースポットをいくつか集めてみました。信じられないようなことが目撃される場所です。ご心配なきよう、魔術や魔法は使われませんから。何が起こるかというと、脳を混乱させ現実を疑わせる巧妙な目の錯覚なのです。その昔、世界恐慌が深刻だった頃、人々には楽しく気晴らしできる何かが必要でした。そこで娯楽産業が生み出したのがミステリースポットという概念だったのです。世界一有名なミステリースポットの一つはカリフォルニア州サンタクルーズ近郊にあります。名前からしてミステリアスじゃないですか。ここに一歩足を踏み入れると、斜めの床に直立する人や平らな場所にありえない角度で立っている人がいるのを目にするでしょう。重力や理屈を無視してスロープを転がるボールだって見ることができます。まるでピエロのいないびっくりハウスに来てしまったかのような感覚に陥るでしょう。短い上り坂の上でも、敷地内にある木造の建物の中でも、物理法則に反して重力を無視する様子が見られることで、この場所は知られています。ここでは物体の高さや向きを誤認させる現象が起こります。例えばボールが坂道を登って転がったり、人が倒れることなく異常なほど傾いて立ったりする錯覚などを経験できます。バークレー校の心理学者たちは、これらの錯覚はすべて単にこの家が20度の角度で傾いているから起こっているのだと述べています。次の目的地はまたしてもアメリカ。今回はネバダ州のフーバーダムをご紹介しましょう。ここでも重力がおかしくなったのかと思うはず。フーバーダムに行くことがあれば、こんな実験をしてみてください。ペットボトルの水をダムに注ぐのです。すると水が下に流れず上に向かって流れるのを目にするでしょう。これはダムの構造上、非常に強力な上昇気流が発生するためで、つまり風力で水が上に向かってなびいているのです。この現象が起こるのはダムに限ったことではなく、フェロー諸島にも U ターンする滝というものがあります。これは逆さ滝と呼ばれる荒々しい気象現象によって起こるものです。高さ470メートルの険しい岩の崖に巨大な海水の渦が逆流していく様子を想像できますか。この不思議な現象はどのようにして起こるのでしょう。これは高くて険しい崖の近くで回転する螺旋状の空気の柱が小さな竜巻効果を生み出しているため起こる現象です。この風が崖の縁に激しく当たってさらに強くなり、沿岸の水を巻き上げ崖の上に飛び散って、巨大な水と風の上下を作り出すのです。アイルランドのモハーの断崖やアイスランドの山々、ハワイのワイプヒアーの滝など、他の場所でも逆さ滝は見られるそうですよ。大自然のなせる技ですね。インド・ラダックにあるマグネティックヒルも忘れてはいけません。この地は心揺さぶる究極のドライブ旅行先になることでしょう。ここでは物体や車が不思議な磁気の渦に影響されたかのごとく坂道を登っていく様子が見られます。これはこの地域の傾斜と周囲の景観が引き起こす目の錯覚。上り坂のように見えるのですが、実は下り坂で、いたずら好きなマジシャンのように脳に魔法をかけるのです。ニュートラルにギアを入れた車が勝手に動くのも経験するかもしれません。いえいえ、こちらも幽霊の仕業ではなく物理学的な現象です。エンジンを止めても車の勢いと道路の微妙な傾斜のおかげで車輪が回転しているのです。アラガッツ山にもインドのマグネティックヒルと似たような経験が味わえます。こちらもスリルを求める人や車好きを磁石のように引きつけてやみません。この地はトルコとアルメニアの国境に位置し、車が重力に逆らうと評判の場所。斜面に止めたドライバーを乗せていない車が勝手に坂を登っていく不思議な光景を見るために、世界中の人がこの山を訪れています。近くに流れる川も上に向かって流れているそう。この山を訪れた人は、下るより登る方が簡単だと言います。リストの6番はミャンマーのゴールデンロック。今にも坂を転げ落ちそうな岩ですが、落ちることなく2500年以上前からそこに止まっているのです。この岩の上には16メートルの高さにそびえ立つ見事なパゴダが置かれています。伝説によると、この岩を支えているのはなんとブッダの髪の毛なんだとか。ミャンマーで最も重要な仏教の巡礼地の一つであるのも頷けます。とある仏教僧の驚くべき修行ぶりに感銘を受けた天の王がこの岩を選びました。
そこで天の王は超能力を使って僧侶の頭のように見える今の場所に岩を慎重に配置したのだと言われています。また岩を動かせるのは女性だけだとも伝えられています。だから女性はこの岩を触っちゃいけないんです。もしあなたが冒険を求めているのなら、この壮大な岩と仏塔を訪れて重力に逆らう偉業を自分の目で確かめてください。もう一度米国に戻りましょう。オレゴン・ヴォーテックスはオレゴン州ゴールドヒルにあります。これは1930年から存在する観光名所で、このアトラクションの所有者は超常現象だと主張していますが、巧妙な目の錯覚が関係していることは明らかです。伝説によると、このアトラクションができる前からこの地域に住んでいたネイティブアメリカンはこの土地は禁足地帯であると警告し、馬はそこに行くことを拒んでいました。しかし1904年に近郊の採掘者たちがそこに検査所を建設したところ、その建物が奇妙な角度に傾いてしまったのだそうです。都会の郊外から逃れ、居心地の良い場所で頭上で輝く何十億もの星々を見つめているとしましょう。しかし、もしあなたがテキサス州マーファにいる幸運な人なら、さらに特別なことが経験できるはず。神秘的な物体が100年以上もの間ダイヤモンドのように輝き続けているのです。マーファライトと呼ばれるこの光る球体は何なのでしょうか。いろんな人が様々な説を提唱しています。ある人は近くの高速道路を走る車のライトだと言っていますが、それではつまらないですよね。他にはこの光の玉は私たち人間に何か重要なメッセージを伝えようとしている視覚的存在だという説もあります。素晴らしい湖のほとりに立ち、まるで絵に描いたような雄大な火山の景色に見とれているところを想像してください。突然大きな爆発音がして、まるで花火大会のように炎が空中に舞い上がります。心配しないでください。これは噴火ではありません。川イジェン火口湖と火山の仕業です。この炎は硫黄ガスが岩を突き破って外気に触れて発火する自然現象によって引き起こされます。その結果、炎は高さ5メートルまで立ち上り、見たこともないようなクールなネオンライトのように青く燃え上がります。さらに山から流れ落ちる硫黄の液体はまるで溶けた青い溶岩の川のよう、恐ろしくもあり息を呑むようでもあり、一生忘れられない光景となるでしょう。忘れられないものといえば、モーリタニアのリチャッド構造は NASA の宇宙計画の聡明期から宇宙飛行士たちの目を引きつけてやまない謎の存在でした。地殻の中にあるこの円形の地層は、隆起したドームが長い時間をかけて浸食され、元の平らな岩層が現れたものです。この構造の中央から外側に向かうにつれて、古い岩石層が露出するため、過去にタイムスリップしたような感覚になります。この地質現象は堆積岩と火成岩で構成され、その直径は 45km にも及びます。宇宙から見ると岩層がずれ、引き離された断層がいくつも見えます。リチャッド構造はサハラ砂漠の中心に位置しています。これがブライトサイド版ミステリアスな場所トップ10。あなたならこのリストに何を追加しますか？この島には金があふれているという。何世紀にもわたって保管されてきたが、誰もこの島から持ち出すことはできなかった。1975年以来、トレジャーハンターたちはこの場所に魅了されてきた。スペインの海賊、あるいはテンプル騎士団が隠したかもしれない財宝を求めて、多くの人々が運試しをした。しかし今日ではプライベートな場所なので、そこに行くことは不可能で、この島を巡るオーシャンツアーを予約することしかできない。それができなければ、カナダのノバスコシア州にあるオーク島の宝物を探す熱狂的なチーム、ディックとマーティのラジーナ兄弟が主役のテレビのリアリティ番組で覗くことができるぞ。どうやらテレビプロデューサーがたどり着けない場所はないようだ。最も有名な発見の一つに、いわゆるマネーピットがある。その有望な名前とは裏腹に、そこにはお金が入っていなかった。話は200年前に飛ぶ。このマネーピットは1795年に16歳の少年によって初めて発見された。ある日、ダニエル・マクギニスはオークアイランドに釣りに出かけた。彼はそこで一本の木を見た。もちろんそれはオークの木だったが、奇妙な模様がついていた。自然のものとは思えなかったので、ダニエルはその場所を調べてみることにした。そして沈んだ地面を見つけ、すぐに掘り始めた。
2人の友人も手伝ってくれたのだが、宝物ではなく地下に一定間隔で置かれた丸太が見つかっただけだった。誰かがお金や宝石を隠しそうな場所だったが、貴重なものは何も見つからなかった。しかしその穴の下には不思議なものがあった。誰かがそこで花崗岩の石を見つけたのだが、そこには碑文が刻まれていたのだ。それを解読しようと何度も試みられたが、ほとんどが失敗に終わった。しかし一つだけ翻訳があり、40フィート下に200ポンドが埋まっていると書かれていた。そうか、マクギニスと仲間たちはもっと掘るべきだったのか。マネピットの次の楽しみはそこで発見されたココナッツの繊維である。この繊維は深さ約18メートルで大量に発見されたという。驚かないかもしれないが、一つ思い出してほしい。オークアイランドはカナダのノバスコシア州にある。そこにはココナッツの木は生えていない。最も近いものはノバスコシア州から約1500マイルも離れており、誰かが意図的にこの繊維を持ち込んだことは明らかだ。研究者たちはココナッツの繊維がロープを作り、全ての財宝を落とし穴に下ろすのに使われたのではないかという考えを思いついた。次は一つではなく二つの謎を紹介しよう。1800年代後半、オークアイランドトレジャーカンパニーは島を徹底的に調査、発掘していた。誰もがそこに何か巨大なものが隠されていると信じていた。彼らは地下約46メートル以上を掘削した。ちなみにこれは15個の道路標識を重ねたような長さだぞ。何キロもの金やダイヤモンドは見つからなかったと思っただろう。しかし彼らは原稿を発見した。しかもシェイクスピアの失われた趣向の一つだという説がある。シェイクスピア作品の真の作者である作家で科学者のフランシス・ベーコンがそこに隠したと考える科学者もいる。そう、噂によれば全ての戯曲とソネットを書いたのはウィリアムではなくフランシスなのだ。しかし本当にそうだったという証拠はない。マネーピットはオークアイランドで最も人気のある場所かもしれないが、それだけではない。マネーピットが発見される前、トレジャーハンターたちはスミスの入り江で掘削を行っていた。そこでせき止めていた時、彼らは木片を発見した。それは U 字型の地層でローマ数字が記されていた。さらに詳しく調べた結果、専門家たちはそれが1769年に作られたものだと分かった。マネーピットが発見されたのはそれから26年後のことだった。この事実はこの構造物が誰もが探していた財宝のある本物の盾構の一部だったのではないかという多くの憶測を呼んだ。さて、このテンプル騎士団のコインを見てみよう。この島で最初に発見されたわけではないが、ある意味で極めて重要なものだった。現在では大したことではないと思われるかもしれないが、中世の時代にはこれらのコインは途方もない富を蓄えていて、それらは通常ヨーロッパの要塞に保管されていた。トレジャーハンターにとってこのコインは島でもっと多くのものが見つかる確かなサインだったのだ。理屈は簡単だ。その種のコインが1枚あれば他にも何かあるに違いない。そして彼らは正しかった。テンプル騎士団の発見はそれだけではなかった。島の南西の海岸ではクロスボウのボルトが発見された。専門家によればそれは13世紀のものだという。しかしまたしてもそれはトレジャーハンターたちが狙っていたものではなかった。島ではさらにいくつかのコインが発見された。リックとマーティー・ラジーナが沼地から見つけた貴重なコインだ。このコインは銅製で、今回はスペイン産。発見された時、ラジーナ兄弟は8という数字が刻まれているのを見ただけだった。しかしその後、何人かの専門家がこのコインを研究し、17世紀頃に作られたものだと主張した。彼らはコインをよく洗浄し、裏面に刻まれた1652年という日付を確認した。スペインの探検家が財宝を発見したが、国王に届けずに隠したという説がある。もしかしたらこのコインはコインや宝石でいっぱいの宝箱の中から落ちてきただけで、みんなが狙っていた宝の一部なのかもしれない。あるいは誰かが宝を探している時に偶然になくしてしまったのかもしれない。